ガイエルです。違うか。吉田サラダです。ウィラブスワローズということで、9月23日、ヤクルトスワローズ対阪神タイガース3対9で負けちゃいました。悔しいですね。今日負けたことによって、残りの試合数もあって、最下位中日ドラゴンズと 0.5 ゲーム差で、我がヤクルトスワローズが自力5位がなくなったっていうね。いや、まあ、中日ドラゴンズさんが負けなかったら、ずっと勝ち続けたら、ヤクルトスワローズが勝ち続けてもダメということで、悲しい状況ですよね。村上選手と塩見選手のホームラン見られましたけども、やっぱりね、初回からあんな点取られたら勝てないですよね。悔しい、めちゃくちゃ悔しいですね。こうなったらどうなんすかね。もう僕はやっぱ勝利にこだわってほしいんですけども、皆さんどうですかね。若手起用に切り替えて、で負けても最下位になってもいいと、まあ最下位になってもドラフトで2位取るときウェーバーでちょっと、トップするやんとかいう考えの方もいらっしゃると思うんですけど、どちらが多いですかね。僕はね、もう勝利が見たいんですよ。とにかく若手も使ってほしいんですけど、勝ちにこだわってほしい。勝ちにこだわらない野球はあんまり見たくないんでね。やっぱり勝たないと楽しくないんで、勝ちを目指してほしいなと思っております。だからね、明日も必死に頑張ってほしいです。ね、マツダスタジアムで勝てなかったっていうね、年にならないように、なんとか明日は絶対勝ってもらいましょう。ライアン、頼みます。明日だ！明日絶対勝ちましょう！はい、本日は以上です。ゴーゴースワローズ！勝ってほしい。